皆さんこんにちは、フルマスクです。今回もザラストファーマーですね、やっていきたいんですが、いよいよもう明日ジャッジメントデイ。あ、また松明持った人いる。しかも止まってますね。なんだこの人。前歩いてた人と一緒？ああ、同じですね。話せる？あ、話せる。It's not often you meet a traveler in these parts. I'm a merchant. マーチェント。どういうことだ？ああ、買えますね。あ、これでお金が使えるってこと。逆に売ることも、あ、できますね。80でカボチャ売れる。これは？ああ、アバンテージ。120。で、マテリアルシートとかを、はい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 。あ、いいですね。ただ、欲しいものあんまないかも。食料系はいらないかな。商人がやってくるんですね。いいですね。これ欲しい、このランタン。これめちゃくちゃいいですね。家戻って寝ましょうか。いや、もうジャッジメントデイなんですよね。これってゾンビが来るのかな、それともあの野菜を取りに、あの世紀末覇者みたいな人が来るのかな。謎は多いけど、とりあえず明るくしましょう。一度。あ、ジャッジメントデイ、トゥナイトになった。何の対策もできてないけど。一度、ここら辺のあれを。あー、まだダメですよね。水とかも、あんまないのか。じゃあ、これで汲んできましょう。水も飲んで、そこら辺のゾンビはやっちゃうか。そのあたりにフェンスだけでも置いときたいですけどね。OK。ああ、朝ごはん、もらっとくか。どんぐらいの量来るんだろうか。いろいろと謎が多いけど。いやー、ここら辺も木とかなくなっちゃいましたからね。このゾンビやっちゃうか。やった。何もなしと。枝ないかな、枝。夜来るんですよね。明かりがないと、何も見えなそうだけど。アドウォーター。今日の夜には取れるか。あ、アップグレードもできるんですね。レベルが書いてある。枝がないと、この石斧がダメになっちゃいますよね。そういえばもう一個ベンチがあるんですよね。これも直したいな、早く。フェンスだけでもちょっと今あるやつで作ってみるか。素材は溜まってるんで、作れるものは作っときたいですよね。あ、またゾンビ来てんな。その周りだけでも囲っときたいかも。こういうのも持っといて。あー、これでいけると。どう囲う。ちょっと斜めな感じで囲う？とりあえずこういう感じで置いて。でも相当本数、数が必要ですよね。
板とか集めていきたいな。まあそれ加工だけでだいぶいい感じだな。もうこれももう壊れそうだからな。豚ちゃんとか囲った中で育てたいですよね。この辺もいっぱいあるんですけど、石とかは結構あるからな。板を枝にはできないですもんね。な、このゲートとかも一個やって、これは、あ、これ枝が必要なんだ。ディフェンスウォールも欲しいですけどね。あー、ほんとアニマルを逃がさない用のフェンスだから、ディフェンスはこっち側か。なるほど。一応このゲートだけでも一個作っとくか。いや、だいぶ使う。やっぱあそこのガソリンスタンドのやつ取ってこないとダメだな。あ、ゲート二つ作っちゃった。ミスった。落としたものってずっと置かれてんの？間違えてゲート二つも作ったけど、ここら辺にゲートやっとけばいいんじゃないですか？わかんないけど。一個。あー、こんな感じになるんですね。ちょっとプレイスしてみる？こうして、こうすればまずこの中には入ってこなくなりますよね。あー、いたいたいた。あ、いいじゃないですか。ここに豚ちゃん入れとけば大丈夫ですよね。バチャって閉めて。それで、この中は安全なはず。あー、これちょっと安心できるかも。なかなかいい感じですよね。出たがってる。すぐ出ようとするから大変ですね。で、こっち側もやりたいけど、まあこれだけ置いとくか。一応一個ここにフェンスやっとこうかな。ここら辺まず一箇所固めてもいいかもしれないですね、フェンスで。まあいいか。一度車で移動する。いやー、枝がないかな。向こう側で枝集めるか。うん。これも直さないといけないですもんね。あー、そこら辺の木切ってっちゃうか。枝欲しいんで。大丈夫？なんかずっとわめいてんな。枝どれぐらい必要なんでしたっけ？まあ、夜までの間に明かりだけでも確保してやってきたいですね。ああ、スタミナが、枝が全然ないや。ここら辺も取れ、ああ、ここら辺のやつやって枝集めるか。これでもう、足りるかな。ああ、これでだいぶ取れるか。あ、壊れた。多分、ギリギリ集まったはずだけど、なんかずっと騒いでんな。大丈夫か。これで一個クラフトして、やってきましょうか。どこでもクラフトは OK ですね。で、素材系は一度ここに入れて、あれ、一体いるの気になるな。まあいいや、ちょっとガソリンスタンドのとこ行って、木の板を大量にゲットしよう。多分、そっちの左奥から行けば、楽に取れるはず。
ーでもいいですね。あっという間に来れる。ここら辺に車止めていくか。来ないですよね。それで回収していこう。すぐはめられるでしょう。ゾンビが多いですからね。持って帰るだけ木の板を。おお、あでもすごい量。これ一箇所だけでだいぶたまるぞ。ついでにコンテナ内のやつももらっていけばいいですもんね。まだまだいろいろ取れるもの多そうですからね。このパレットはまた湧くのかな。それだといいんですけど。あーすごい、めちゃくちゃ取れる。あーこれだけあれば壁とかもバンバン作れるかも。まだまだ取れるぞ。こういうフェンスはダメか。鉄も欲しいですからね。あいつ、倉庫の周りだけでも壁とかいろいろ置いてやろう。スパイクとか。スパイクは枝ですもんね。まあ、枝も結構すぐ貯められるか。できれば明かりもゲットしたい。いや、でもいいですね。いけるいける。本当は遠距離武器も欲しいんですけどね。かなり取れましたね。開けてみる。やっぱこれ、ここら辺も持って帰りたい。また肥料か。一度戻るか。あとここら辺の枝を集めたら帰ろう。枝楽に集められる。これはリスポーンしそうですからね。安全に資源採取できますね。まだパレットも大量にあるし、復活するかもしれないんで。まあいいや。これで一度戻ろう。スパイクを結構置きたいかも。まあ、家のあの出口の出入り口のところにちょっと置いて。あー待って、ゾンビいないけど、もしかして行った？畑の方。あーとりあえず大丈夫そうだけど。どこ行った？ゾンビうろうろしてたんだけどな。どっか行っちゃいましたね。ここら辺に。てかこれ逆向きっぽいな。出ようとしてる。これも逆か。向き逆だな。まあいいや。あそこら辺壊せんのか。まあまあまあ板かなり手に入ったと。スパイクは？布があればいいんだ。まあ、とりあえずフェンスを1、2、3、4ぐらい。一度これ置いていきたいですね。ここ広さどんぐらいにしよう、ほんと。これ以上でかくしてもあれだから、ここで閉じちゃうか。こっち側が向き的に合ってるかな。こんな感じでいけそうですよね。この手前あたりまでやりたいけど、あー来た。OK。こうしてで、さらにスパイクとかもやってきたいんで、
ちょっとフェンスもパーッともうちょい作るか。でこれでスパイクも1、2ぐらいとりあえず作ってみる。あ、ちっちゃいなスパイク。こんな小さいの？小さ。なるほど、こういう感じか。まあいいや、あとフェンスをバーッと作っていくか。今回はもうフェンスとこれでやるしかないな。まあだいぶ作れますよね。こんだけあればいけそうだけどな。あー、もう夜になっちゃう。これでこっちはこっちで一度閉めちゃってもいいですよね。あ、もう塞いじゃおう一度。こうしてこうかな。ちょうどやるのが難しいな。ちょっと斜めにしちゃったんで、まあこれでやっとくか。斜めにすっ大変ですねこれ。ああ、一応いけてるか。餌とかあげないとダメかな、豚ちゃんは。フェンスはこれでいいか。なあ、置き松明、スタンディングトーチ、鉄とロープか。2箇所ぐらい。まあ中も1箇所置いとくか。もう夜来るんですよねこれ。うわー、フューエルが必要なの？何フューエル？燃料ってこと？きついな、フューエル。木のあれかな。そこら辺の枝取ってくるか。もうジャッジメントデイになりそうだけど。あー、これだ。なるほど、これで明かりがつくと。枝ですね、21番。まあ結構持つのか。車そこ大丈夫かな。まあでももうこれでやっていくしかないですね。板とかも入るこれ。ああ、いけますね。これで明かりつけとく。だいぶこの辺りは明るくなったけど。豚ちゃん、豚ちゃんこっち側に入れといてもいいですけどね。もうここで戦うしかないか。どんな感じなん、ジャッジメントで。もうですよね。あー、なんか来てるな。ちょっと待って、そっち側行く。来たな。なんか来てる。こっちが遅い系？今叩いてました。でも車は狙ってこなさそうなんで。あー、多いかも。3体ぐらいそこいますね。これがジャッジメントデイ。あ、また1体。まだこれぐらいの数だったらなんとかなるな。これを回復代わりに持っとくか。武器も大丈夫そうですね。確かにゾンビは若干多いけど、みんな一斉に襲ってくるわけ。あ、でかいやつも来た。痛い痛い。あ、でかいのが。やった？これ回復しとこう。スナックで回復ですね。これがジャッジメントデーなの？あ、また来た。やっぱちょこちょこ狙ってくるのが来ますね。
寝たら終わりかな。寝れるこれ。寝れない？あー、ジャッジメントナイト。ん？終わったってこと？これで終わり？ジャッジメントデイ。あ、これがジャッジメントデイなの？これだったら全然余裕だな。あ、本当に？よかったよかった。多分終わりっぽい。